皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。番組存続が危ぶまれる事態へと発展してしまった。2023年11月に、鳥取市に本社を構える、日本海テレビ、日本テレビ系列、の経営戦略局長、田村正宏容疑者が、チャリティ番組、24時間テレビ、日本テレビ系、 の寄付金を含む計1118万円余りを着服していたことが発覚し、世間を揺るがせた問題。写真あり、ゼミの OB らと合流し、打ち上げ会場へ向かう三浦アナ。田村容疑者は、預金や現金を管理する権限があったようで、2014年から2023年にかけ、24時間テレビの寄付金264万6020円。 2014万2021年には会社の売上金など計853万6555円をそれぞれ着服していたと同社が発表しました。動機について2014年当時、親族のために金を用立てる必要があったとするも、同社はよく飲み歩き、スロットも好きだったと言い、こうした金に使ったと見ていると公表していました、事件担当記者。 この問題により、田村容疑者は同月27日付で懲戒解雇処分となっていたが、問題発覚から約8ヶ月、刑事責任についても問われることになった。7月22日、鳥取警察署が田村容疑者を業務上横領の疑いで鳥取地検に書類送検したのです。田村容疑者は、間違いありません、と容疑を認めているそうです。どうこの報道に、 同社の西島和康社長は、元幹部社員による寄付金の着服は言語道断の行為で、到底許すことはできません。弊社といたしましても、寄付をしてくださった皆様をはじめ、ご関係の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。と謝罪、皆様の貴重な善意をお預かりする立場であることを強く認識し、 今後も再発防止とコンプライアンス強化に全力で取り組んでまいります。と公式ホームページ上でコメントした、わずか1ヶ月前に47回目となる24時間テレビの放送決定が発表されました。同局の三浦朝美アナウンサーは、6月20日に放送された「ZIP!」では、皆様からの信頼を裏切ってしまう行為です。 改めて心よりお詫びいたします。と述べ、0で2を続けて出演し1年で信頼回復できるというものではないと思いますから、これからも努力を続けて参りたいと思います。と、何度も頭を下げていましたが、いまだに理解は得られていません。この問題を受け、今年2月に再発防止策としてキャッシュレス募金導入のほか、会場には警備員もしくは監視カメラを設置し、 寄付金の取り扱いについては専門業者に委託するなど、新たなルールが設けられたようですが、世間の信頼を取り戻すには、まだまだ時間がかかるでしょう。どう書類送検によって再び脚光を浴びた着服横領問題に、X では非難合々となった。寄付金ちょろまかしといて、さすがにチャリティーを歌う番組やるのはもう恥ずかしいんじゃない。チャリティーやる資格を疑われるな。 普通なら今年は自主的に開催中止すると思う。もういい加減やめたら、日テレほんとクズやね。安子さんのチャリティーマラソン企画が発表されるなど、次々と今年の24時間テレビの番組の中身が明らかになる、まさに最悪のタイミングでの書類送検でしたね。さすがに刑事事件の進捗をコントロールすることなど、日テレにはできませんから仕方がない。 再び同事件に注目が集まり、非難が殺到している状況ですが、番組の内容を充実させて、中身で見返すしかないでしょう。どう本番当日はどうなることやら、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。